Peggy 18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。アサシンクリードバルハラの攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。アサシンクリードバルハラ有罪イベントと今後追加される新要素を紹介ということでね、公式の方から今回の有罪イベントの内容と一緒に今月中に追加される新要素とか、来年に入ってすぐにね追加される予定の大きい新要素とかが紹介されていましたので、その辺について日本語でね解説していきたいなと思います。よかったら参考にしてみてください。有罪イベント前もって連絡が来るって言ってたんだけれども、今日いきなり入りましたね。で、定住地に行けば多分イベントがもう始まるみたいになって、定住地の右側にね用意されていた場所でも始まっております。で、本日の動画の概要なんですけれども、まず公式からユール祭とその後のアップデートとか公式イベントとかについてね詳しく発表されていたので、ただ英語だったんで日本語で今回ね私が解説していきたいなと思います。で、後半はユール祭についてね軽くこんな感じでしたよっていうのをね紹介して、あのね結構面白かった、これ結構私気に入ったんで、でどんな感じに面白かったかっていうのをね紹介できたらなと思います。よかったら最後まで聞いてやってください。それではね早速公式発表の方を紹介していきたいと思うんですけれども、いつものようにね公式のホームページの方にアップデートの内容全紹介みたいな感じで出てたんで、それを紹介していきたいなと思います。で、このサイトに関しては概要欄にねリンク貼っておきますので、原文見たい方はそちらから行ってみてください。で、今後3ヶ月に一度季節のイベントが無料で行われる予定であると。で、最初の1回目がこのユール祭だということみたいです。で、次に書いてあるのが大きいアップデートが2月に入ると、その時にリバーレイドモードっていう新しい戦闘モードみたいなのが入るらしいんですね。これ河川襲撃って訳せるんですけども、要するに修道院を襲撃するみたいな感じで、もっと大きいちゃんとしたマップが用意されて、どうも3つぐらい用意されるということらしいんでね、ぜひ楽しみにしててくださいということみたいです。リバーレイドに関してはね後でもう1回出てくるんで、その時また説明したいと思います。で、定住地にお祭り団というのがやってきたということなんですね。で、この人たちが今後の季節のイベントを開催していくよみたいな感じで書いてあります。で、ユール祭は期間が12月の17日から1月7日まで開催されるということになっております。これを過ぎるとこの時に出てる限定装備とか限定アイテムとかは基本買えなくなってしまうので、気をつけてくださいということみたいです。結構期間長いからね、 2、3週間ぐらいあるかな。だから焦ってねなんかするって必要はないと思うんですけれども、一応気をつけた方がいいかなという感じですね。で、お祭り中は飲み比べとかぐるぐる射的っていうんだけど、あの回転する的を打つやつとか、あと剣闘大会、私剣闘大会がすごい気に入って結構面白くてハマってますね。で、これらのゲームに勝つとユールコインというのがもらえて、でユールコインを持って出店みたいなところに行くと、そこで期間限定のアイテムとかと交換してもらえるという感じになっております。で、アイテムの中に、まあ後で説明しますけれども、装備一式とあとなんだっけな、武器、盾と探検と盾、半盾と、あとはあれだね、オブジェクト、定住地の飾り物とかがあったかな、あとタトゥーセットみたいなのあったかな。まあユールコイン集めるのそんなに大変じゃないんで、そのうちね集まったら全部紹介しようかなとは思うんですけれども、よかったら参考にしてみてください。で、このユール祭は例えば今日ね、あ、やってみようかなって買った人がすぐできるわけではないみたいです。ストーリーを一つはこなさないといけないっていうことだから、定住地をちゃんとね、イングランドで定住地をちゃんと作るまで進めないと、このユール祭っていうのは始まらないということみたいです。まあそりゃそうだよねって感じなんだけど。で、次に書いてあるのはヘルの呪いセット、ヘルダムネーションのセットがストアに並んでるんだけれども、もしまだ気づいてない人いたらね、ぜひ見てみてくださいみたいな感じで書いてあります。まあ、ヘルダムネーションはねちょっと大きいアップデートというかストアのアップデートだと思うから、これ欲しい人いると思うからね、ぜひ見た方がいいとは思います。で、これが来週入る追加 DLC 要素らしいんだけれども、ニブルヘイムパックが22日、来週の火曜日にアムニスストアに並ぶということなんだけど、これ、大館の、なんだろう、今度はね、爽やかなが、あとドラゴン、アイスドラゴンみたいのが追加されるということで、カラスの代わりだよね。これやばいだろ、みたいな感じで、私すごい楽しみにしたいんだけど、ニブルヘイムセットですよ。ちょっとこれ、また課金しちゃうよね。課金しちゃうよって話なんですけれどもね。まあ私課金してね、皆さんにまた紹介できたらなと思うので、よかったら参考にしてみてください。で、次に書いてあるのが、フォトコン
ンテストを開催するということみたいです。で、期間は12月17日から1月1日まで。で、ディスコードとツイッターの両方でどっちでもいいということみたいです。入賞者には約10名ずつってことらしいんだけど、20名?まあ、20名だよね。トータルで20名。で、10名の方には6600ヘリックスをプレゼントしますということなんですね。これはでかいということで、みんなぜひ参加しましょうって話ですよね。で、参加要項みたいのは一応書いてあって、別のね、ページに飛ぶんですけれども書いてあったので、一応軽く参加方法だけね、ここで紹介しますけれども、他にもブワー書いてあるんで、まあ、それはね、で、あの、興味のある人はリンクで原文の方読んでみてほしいんですけれども、まあ、参加する分にはこれさえ覚えておけば大丈夫っていうのをね、今日は紹介したいなと思います。で、一つ目はゲーム中のフォトモードで撮ったスクリーンショットか OBS とかで撮ったビデオのみということみたいです。ビデオも可能なんですね。で、ユール祭に関連したもののみということで、1人1個ということみたいです。だから、ディスコードで出して、ツイッターで出してって言ったら、多分その人は落選しちゃうので気をつけてください。ディスコードならディスコードで1個、ツイッターならツイッターで1個とか、とにかく1人1個、1人のアカウントで1個だけということみたいです。だから、ディスコードとツイッターでなんかズルみたいなことしてるってバレたら、まあその人は落選と思ってください。ファイル形式は JPEG か PNG ということみたいです。で、ビデオの場合は1分半以下ということになって、編集は一切不可ということになっております。で、投稿の方法はツイッターの場合なんですけれども、アットアサシンクリードのタグをつけて、でシャープ AC ユールフェスティバルっていうのを入れて投稿するようにということみたいです。写真の場合はそれをつけて、この2つのタグをつければ OK ということで、ビデオの場合は YouTube で限定公開にして、そこのリンクを貼って、あとこの2つのタグをつけて、 Twitter の場合は Twitter、 Discord なら Discord にどちらかに1回だけ投稿するということみたいです。で、締め切りは日本時間で1月2日の午前2時ということみたいです。だから1月1日の深夜ですよね。ここで締め切りになるので、それまでに投稿してくださいということみたいです。で、入賞者は見てる限りだと10名が6600ヘリックスで、10名はなんか写真集みたいな、なんかそういうなんとかブックみたいな、アートブックみたいなのがもらえるということみたいです。ワールドワイドなんだよね、きっと。だからワールドワイドでいいんじゃないかな。 UBI がね、世界中に会社あるから大丈夫だと思うんですけど、 UBI ジャパンもあるから大丈夫だと思います。みんなね、どしどし応募した方がいいんじゃないかなと思うんだけれども、焦って応募しちゃうと1回しか応募できないから、あ、こっちの方が良かったってことになるんでね、ゆっくりじっくり考えて、ギリギリぐらい、年末ぐらいに上げるのがいいんじゃないかななんて思います。で、次に書いてあるのが、2021年2月に新モード、さっき河川襲撃って訳したんだけど、リバーレイドというのが追加されるそうです。で、これには3つのマップが追加されるみたいなんですね。だから私が思うに、ストーリーで、あの、城攻めみたいなのあったじゃないですか。あれみたいのが3箇所追加されて、そこは何度もそこに襲撃に行っていいよみたいな場所がね、追加されるんじゃないかなと思ってるんですけどね。ちょっとわかんない。どんな感じになるのかわかんないんですけれども。で、新スキルとか新アビリティも追加されるそうです。で、ヨムスバイキングホールというのがその時追加されるので、より多くのヨムスバイキングを雇えるようになると。だからこの襲撃、リバーレイドに、この新しいヨムスバイキングたちをいっぱい編成して連れていけるよみたいな、そんな感じになるみたいです。いや、これはこれですごい楽しみだなと思うんだけど、ウォーって言ってさ、なんか城攻めみたいのね、なんかいろんなタイプの城攻めしたいよねとは思うんだけれども、というわけでですね、公式サイトで発表されていた内容はこんな感じとなっております。個人的には来週追加されるニブルヘイムパック、これが気になるなってとこなんだけどね。まあ、また紹介していきますんでね、よかったら参考にしてみてください。それではですね、今回追加されたユール祭について軽く紹介して終わりにしたいなと思います。いや、定住地に帰ってきたらもういきなりですよ、いきなりイベントが始まったみたいな感じだよね。盛り上がってるな、盛り上がってるな。顔すごい、冬の真っ只中だ。飲んで殴って、なの飲んで歌ってじゃないの。豊かな実りを願おうって。やばい、ちょっとヘルの呪いがかっこいい。ユールの神、似合いすぎる。夜にいるの微笑みよ。あったかそうだね、冬とか。いるだけで、ああ、エイボルいてくれるとあったかいみたいな感じだよね。一人で準備したのか。重宝されそう。いやいや、煮えたぎって。スニバと偵察に出たら面白い連中に会ってな。誰に会ったって？お祭りなんていう。
お祭り団、あ、これはお祭り団っていうことね。このお祭り団が定住地にね、新しく住むようになったらしいですよ。ノルビットユール祭では、このヨルビックの、あ、ノルビットか、ノルビットのお店、ここで全部買えるということになっております。ただし普通のお金じゃなくてユールコインという特別なコインでね、交換できるという感じです。まあお店はね、レダーの店みたいな感じになってるんですけれども、装備一式と防具一式、モドラニヒト祭の装備式っていうのあんまりでかっこよくないんだけどあんまかっこよくないから気にはなってはいるな。まあ一応買おうかなって感じだけど、せっかく限定商品だからねと思って。あとは心地よい炉の俵みたいのとか私気になるなと思うんだけど、この定住地の飾りですよね。半立てと短剣が150で結構高めかなって感じなんですけれども、あとのはそんなに高くないんですよ。タトゥーとかすぐに手に入れられるかなみたいな感じで、まあ全部手に入れるのそんなに難しくはなさそうですね。でお祭り要素2つ目はイベントクエストが2つあります。ただ受けた後にクエストメニューのクエストでちゃんと選択しないと次の場所がマークされなかったり始まらなかったりするんでね、気をつけてください。でお祭り要素の3つ目は飲み比べですよね。さっきも言ったように何度もこれ飲み比べできるんだけど、なんかね他のところとちょっとタイミングが違うのかなみたいなところあって結構失敗しやすかったんでね。まあでも慣れかな、そんなにめちゃくちゃでもないんだけど私ねこれ意外と苦手なんですよね。あー失敗したみたいな感じダメなんだけど、べちゃべちゃになっちゃうんだよねいつも。で4つ目がくるくる射的くるくる射的って役が可愛いんだけど、これね結構面白かったですけどね。ただエイムがねコントローラーだと流れやすいんで、まあ PC 版の人はパッ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 パ簡単に打てると思うんだけど、黄色と緑と赤の的があって、赤が一番点数高いのかな、緑が低くて黄色が真ん中みたいな感じで、当たるとくるって、あつか一定時間でくるくるって裏返っちゃう普通の射的ですね。要するに射的やお祭り気分味わえるみたいな感じですよね。でお祭り要素なのかどうかわかんないけど、酔っ払ってきたらかなんか知らないけど人がよく飛んでますね。これバグなのか酔っ払ったそのあれなのかわかんないんだけど、こうやってあの空浮いてたり服がね剥がれちゃったりしたり、なんかわけわかんなくなってますね本当に。どういうあれなんだみたいな。で今回一番面白いなと思ったのが剣闘大会です。これねおすすめ、本当面白かった。で10人抜きで優勝なんだけれども、そうするとコインが70個ぐらいもらえるのかな、結構もらえるんだけれども、イベントのクエストとかこなすとね参加者が増えてさらに賞金がもらえるようになるみたいな感じなんだけれどもこれねあのうわーうわーみたいな感じで敵がまず面白いよねっていうのもあるんだけど、今殴り合いですね。殴り合いだけじゃない、あの剣闘っていうからボクシングを想像したんだけど関係ない、もうとにかく肉弾戦みたいな感じでで面白いのがドロップキックかこれドロップキックが面白い、ドレアーみたいな、ひどひどい、死ぬからみたいな感じだよね。というわけでですね、今回はこの剣闘大会が楽しいので、これをねちょっと一番面白かったところを紹介したいなと思います。で10人抜きを目指してやってみようと思ったら8人目ぐらいでこいつが出てきたんですよ。なんでここにいるみたいな、ゴリアテマジかみたいな感じで、ゴリアテと肉だしかもなんか技が増えてんのこいつふざけんなみたいな感じなんだけど、まあ、ゴリアテ戦ねやっていきたいなと思います。あうわマジかこの野郎、場外かよみたいな感じで吹き飛ばされないね。でも場外に出ちゃうと戻されますね、強制的に、あのバグらないようにねどういう状況でも場外とかなんか変なことになっちゃうと定位置に戻されるみたいな感じになってます。だからその辺は足なんだけど、こっち来ないこっち来ない、つかみ攻撃こいつめちゃくちゃ強いよね。あとドロップキックしてもね全然ひるまない、こいつひるむということを知らないみたいな感じでね。で剣闘大会1人抜くごとに1回お酒を飲んで、まあ、体力回復するんだけど酔っ払ってくのどんどんだんだん酔っ払いがひどくなっていくみたいな感じになってフラフラすんでね。だから回避が成功したのか酔っ払ってるのか分かんないみたいな感じなんだけど、それでゴリアテ戦みたいになるから、なんか敵も酔っ払ってんのかなみたいな動きはするから面白いよね全然ダメージ入んないじゃねえかみたいな、来た、うわやめて痛い、こいつ強いすぎるぞ、うわ捕まった、ちょっと待って、うわちょっと待てこの野郎、今のは痛かったぞ、もう許さん、こっからちょっと戦いに集中しよう、こっからが本当の戦いだ行くぞ、どうダメだ全然効かないあ、なんだふわって浮いたぞ、回避だね、こいつの攻撃を回避して攻撃していく、ジャブジャブジャブ、アッパカー、危ない危ない、一回逃げよう、
ゾッとかわして、あ、どこにかわした、私ちょ動けない動けない、なんかやばいやばい動けない、まあいい、空中に浮いてるぞ、どういうかわし方なんだ、バック後ろだ、後ろ取ろうとして何かバグった的な感じで、あぶらぶらぶら、この逆だるやばいガシャン、あ、ちなみにね回復できるんで安心してください、あぶね、ドロップキックと相打ち、敵を翻弄して、そして今だ、おりゃおりゃおりゃ、アタック決まった、かなり減らしたね、あ、やっぱコンボ強いねコンボ危ない、あ、ダメか、ちょっと早かった、かわしてかわして、あ、いっと潰されたマジか、やばいやばいやばい、アタック、あ、今の聞いたね、今の聞いたよ、よろめいたよ、ちょっとさっとかわして決まった、今だ、いけ、ゴー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 、あ、すごいダメージ入る、やっぱかわして、あ、撃つといいんだね、やばいやばいやばい、こいつちょっととろいから、今だ、よし決めた、今いけ、ダメだ、あ、ドロップキック出せないドロップキックしてる場合じゃねえよ、行くぜ、オラ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 、このまま押し切る、オラオラオラ、決まった、ヘイルヘイムの怒り、おお、なんか吐きそうだぞこいつ吐くのかというわけでですね、ユーロ祭なかなか面白いイベントだなという感じなんですけれども、今後のねアップデートとかもいろいろ楽しみだなって感じなんですけれどもとりあえずコインで変えられるのだけ変えてね来たんだけど、これもう完全に酔っ払ってるよねデロンデロンになっちゃってるんだけど、もう面白いよねこれどう、なんでそんなに酔っ払わせたいのかっていう感じなんだけどひどい顔それじゃあね、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またね、なんか面白い装具とか楽しい遊び方とかね、もしくはアップデートの情報とかありましたらお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きバイキングライフをお祈りしております。ほいじゃ、またね。